SCP-1917 の後部離隊横を歩く研究員。アイテム番号 SCP-1917。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコルオーストラリア付近の奥地 30km2 の地域を占有するサイト、93は、SCP-1917 の収容及び SCP-1917-1 の標本を評価するために設立されました。サイトの周囲は3メートルのドラゴンブース対戦車使用外物派もちろんのこと、高さ5メートルの電気柵と対象停止用爆薬、チャーゲスの手動爆破に失敗した際の予備である無線ビーコンシステムの同心上層2種によって防衛されます。サイト、93の保安職員は、SCP-1917 がプロトコル、マジノの指導によってなお停止しない場合のため、SCP-1917、あるいは SCP-1917-1 のサンプルすべて、の機動力を封殺するに十分な対戦車兵器類を装備しています。取り付けられた停止用爆薬の状態及び新たな SCP-1917-1 反復の性質を監視するため、SCP-1917 には常にサイト、93職員が同伴することになっています。SCP-1917 の外部ハッチは車両内部への侵入を容易にするため開いたまま固定されるとともに、SCP-1917-1 の捜索を監督するため対象内に無線カメラシステムが設置されています。SCP-1917 が財団職員に敵対的になるか、自己指導が可能な SCP-1917-1 の標本を作成する場合、プロトコル、マジノが指導されることになっています。現地職員は安全距離に退却する前に、SCP-1917-1 のどんな活発な標本も停止させる、SCP-1917 付属の爆薬を爆破させます。プロトコルの本段階が首尾よく対象を停止させない場合、M1A2 SAP2 戦車、主宿装着、の現地招待が活用されます。SCP-1917 の著しい事故修復能力のため、職員は車両内への可能な限り迅速な侵入を優先してください。現在までに SCP-1917 は様々な資料の入手を要求しました。以下はサンプルリストです。ジェーン陸上兵記念館、1950、1970、承認。ジョバム式戦車用装甲の設計資料、却下。RP ハニカットの作品集、承認。パンツァートラクト、H ドイル、承認。現代アート及びデザイン雑誌の聖戦集、承認。ンスタレーション、アート批判的歴史、C ビショップ、承認。M1A2 主力戦闘戦車の完全な設計図、却下。T99 主力戦闘戦車の完全な設計図、却下。SCP-1917-1 の標本は、サイト、93での7日間経過後に素材として再利用されます。説明 SCP-1917 は戦車生産用の移動工場として機能する、知性を持つ得意な装甲車両です。対象の車体寸法は 55m×35m×25m の長方形です。未知の製品である一組の2500馬力ガスタービンエンジンによって動力が供給されるとともに、8組のド、モール型無限軌道で走行します。SCP-1917 の車体外部は、一つの20扉ハッチ、現在は開き状態で固定、車体正面底部にある1体の大きなベイ、ドア。車体後部上面のいくつかの大きな吸気、排気部及び集約された外部照明設備を除いて完全な状態です。SCP-1917 は、その車体外部に沿ったどんな場所にも間接式メカニカルアーム、ダビット、釣り具、あるいはウィンチを明白に出現させることが可能です。イムペリウムオーストラリシンコグニタサンランドシプマヌファクトリー MKXX4、未知南方大陸帝国陸上戦艦製造所24型、という文字が、米、ドア上の車体プレートに直接刻まれています。SCP-1917 の車体は高品質の圧延構成であり、正常に損耗します。SCP-1917 は自身の武装化あるいは戦闘用設計された姿を想定していないようであるにもかかわらず、独自の備蓄材料を用いて車体外部の迅速な修理や改良を行う能力を実証しました。SCP-1917 内部は、メイン、ベイ、ドア、開いた時、及び外部ハッチの両方から侵入可能な、寸法 1km×1km×1km の次元外空間です。ほとんどの空間は、装甲車両のカスタム、デザイン及び生産を専門とする完全自動化組み立てラインに当てがわれています。
組み立てシステムは、未知の手段によってその内容物を補充するホッパーから一連の材料を供給されます。補充の割合はエアインテークによって SCP-1917 に取り込まれる空気量に結びづけられるようであり、天候が強風であるほど割合が高くなる傾向があります。4つ1組の5000ポンドガソリンタンクは、材料ホッパーと同じ方法でエンジンの給油口へ直接燃料を供給し、自ら補充を行います。SCP-1917 内の建造システムは、それらに組み込まれた電気的照明あるいは溶接システムを除き、すべて機械的に完全に動作します。SCP-1917 はその内部領域のレイアウトを再整理することが可能であり、それらの動力源から分離されたとき、組み立てラインの個々のコンポーネントは独立して機能することができます。外部ハッチ付近の小さな領域は監督用エリアとして用いるために除外されたように見え、対象の内部形態のいかなる変化にも静止したままです。このエリアにはコンパクトな製図板、製図用具で満たされたキャビネット1セット及び1つの書棚、現在は空、が置かれています。その上に置かれた資料は、すべて3時間の間に緩やかに崩れ灰となります。SCP-1917 は、即座にその内容についての完全な知識を獲得します。SCP-1917 は人語の理解や読み取りができないように見えるため、これが SCP-1917 との主なコミュニケーション形式となります。SCP-1917 は、最大効率で毎時1両の SCP-1917、1両本を組み立てることによって通信します。SCP-1917、1とは1912年、1970年の期間に利用可能な技術で組み立てられた、常に2体を備える装甲車両です。SCP-1917、1両本は実際に量産された戦車と設計コンポーネントをしばしば共有しますが、SCP-1917 は独創的な車両を設計することを好むようです。SCP-1917、1の両本は、おのおのその砲塔か車体上部に名称あるいは数の故障を印刷されています。SCP-1917 が、削除済み、内で発見された時、財団との接触をまず最初に行ったのはこの手段によってです。SCP-1917 は、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語及び日本語に堪能であり、他のいくつかの言語及び方言についても熟知していることを実証しました。SCP-1917 は特にフランス語での通信を好むように見えます。SCP-1917 は SCP-1917、一応、芸術装置、あるいは、作品、と呼称し、もっぱら戦闘での使用のためにのみ設計された車両を組み立てることを一貫して拒絶しました。下記のホエニを参照。それらの設計には奇妙である過去に異常な傾向がありますが、SCP-1917、1の両本は全て非変則的でした。ホエ1 SCP-1917 両本のサンプル。両本、作成日、名称、概要、メモ。SCP-1917、1、36から SCP-1917、1、42、2002、1、から、6。的用紙化。車両は1940年ロシア製 T-34、76戦車と外部は同一だが、この車両は前のものよりそれぞれ 20% ずつ小さくなっていた。その内部は互いの車両を入れ込みできるよう設計されていた。SCP-1917、1、99、2002、図工、単一のゴムで覆われた連結式切り体、寸法4メートル ×2 メートル ×1 メートル。設計はドイツの VI-5 戦車、ティガー、戦車のそれと一致した。SCP-1917、1、101、2003、冷凍庫、寒冷地用に設計された歩兵戦闘車。外殻のほとんどはパイクリートで構成。ドライアイス由来の爆発物が装填された 30mm 砲弾を発射する昇降警報、あるいは、ドライアイス爆弾、を搭載している。SCP-1917、1、45、2004、エコロジストの悪夢、甲板と折られた竹を組み合わせて作られたカル偵察車両。エンジンは竹由来の木質ガス方式で動き、高性能ガス化ユニットに接続される。車体外装は竹の栽培を意図したテラスプランター及びシステムからなる。SCP-1917、1、167、2004、グル DEL、オリエント。東洋の鶴。車体は折り紙式に折り曲げられた切れ目のない1枚の鋼板で構成されている。手法は紙のシートを多種の折り紙の花に折り、高速でそれらを射出するように設計された複雑な機械装置と交換されていた。SCP-1917、1、205、2005、
AUR、ボアー、メスエンファンツ。さよなら子供たち。小型で完全に動作する、フランス製 ARLV39 自走砲に類似したデザインの車両。車体は黒く塗られていた。車両はラウドスピーカー、システムを装備しており、内部爆薬によって爆発する前に2046の独立した6桁数字を放送、リオン鉛のフランス語の女性で読み上げられた、した。SCP-1917 は次週まで SCP-1917、一老本をそれ以上組み立てなかった。SCP-1917、1、303、2007、公開、完全な M1A2 エイブラムス主力戦闘戦車。内部は後に機械油、認知、汗及び涙の混合物であると判明したもので満たされていた。SCP-1917 がいかにして本タイプの車両の組み立てを学んだのかは不明。混合物の DNA 鑑定は矛盾した結果となった。ホイに SCP-1917 組み立て試験結果。2013年月日、研究員 H は、SCP-1917 が現用デザインの戦闘車両を大量生産できるか否かを判断するために一連の試験を開始しました。SCP-1917 にスウェーデン製 CV-90 歩兵戦闘車の簡略版設計図と、ミノルイテストに使用する車両3両を組み立てるよう命じる指示書を供給しました。8日間の異常に延長された工事期間の後、SCP-1917 は SCP-1917、1、504、505と506、S、IL バウスプレート、NEL、フェイト PAS、フテリット、および、ソーバゲリー、と呼称された、を生産しました。これらの車両は完全に機能的かつ戦闘可能状態であると判断されましたが、SCP-1917 はそれらのデザインをできる限り非人間工学的にする明白ないと思って内部を再設計しました。試験を行った職員は重度の反復運動肩損傷、内部の備品との衝突による打撲傷及び不完全な電子機器による頭痛を報告しました。後期試験の間に一連の重大な電気的、機械的故障が続き、車両は廃棄されました。